こんにちは。フェルナンドの旅チャンネルにようこそ。アジアの旅の仕上げはインドネシアです。今日は世界遺産ボロブドゥールの仏教寺院群とプランバランの寺院群を路線バスで訪ねます。インドネシアの旅の最適シーズンは夏だと言います。赤道直下の国ですが暑くないのでしょうか。それではどうぞ。7月26日インドネシア3日目。写真はホテルのエントランスの前にあるモニュメントで、ここから水が流れ滝のようになっています。ホテルは小高い丘の上にあり、坂道を下ってゲートに向かいます。ジョグジャカルタ滞在中は公共交通機関を使って自力で観光します。一番利用しやすいのがトランスジョグジャです。ホテルの近くから乗ったバスですが、なんとジョンボルバスターミナルまで乗り換えなしで行けます。3500ルピアでおまけに空いています。2019年では11路線あります。あまりにも簡単にジョンバルバスターミナルに来てしまいました。そこにボロブドゥール行きのバスが待っています。途中お客さんが乗り降りしながらですので、時間は少々かかりますが、なんといっても2万5000ルピアです。ボロブドゥールのバスターミナルからはバイクです。ボロブドゥールの入場券は驚きの25US ドルです。なんといってもボロブドゥールはインドネシアきっての観光地です。世界最大の仏教遺産だと言います。ボロブドゥールの仏教寺院群として世界遺産に登録されています。自然の丘を利用してさらに盛り土をし、土を覆うように切石を積み上げて建造されました。近づくと全体が入らないほどの大きさです。入り口は東です。皆さんの服装を見てもらえば分かるように、そんなに暑くないんです。広角カメラだと全体が入ります。基壇からの眺めですが、かなり登ってきています。5層の方形壇、その上に3層の円形壇が重なります。770年頃から820年頃にかけてシャイレンドラ王朝によって築かれ、その後1000年以上も密林の中で寒山灰の中に埋もれていました。1814年にラッフルズによって発見されました。埋もれた丘を掘り起こしたが劣化がひどく、1973年からの国際的な援助で現在のような姿になりました。方形壇には432体の仏像が置かれています。屋根が壊れて仏像が露出しているところもあります。方形壇の回廊部分の壁は仏教にまつわる物語のレリーフが延々と続きます。ガイドさんを雇うとより一層理解が深まるかもしれません。この第一回廊はブッダの生涯が書店亡林まで掘られています。そのレリーフは1200年以上も前のものとは思えないほど精巧です。さらに上に登ります。
後継団はすべてレリーフで埋め尽くされています。円形団に来ました。そこは今までの後継団と打って変わってストゥーパーが林立し、その中央に大ストゥーパーがそびえます。まさに立体曼荼羅の中にいるという状況です。ストゥーパーの中に仏像が鎮座しています。72体あります。広角で撮りました。これで下ります。基壇の一部に隠れた基壇を露出させている場所があります。補強のためにさらにこの上に石が積まれました。隠れ基壇に彫られている因果応報のレリーフです。これでボロブドゥール寺院は最後となります。出口は西からになり、ぐるりと遠回りすることになります。出口には観光客目当てのお土産売りが群がります。お土産街を抜けます。帰りのバイクは見つからないので歩きで戻りです。バスはすぐ出発しました。ジョンボルバスターミナルでトランスジョグジャに乗り換えます。ジョグジャカルタの中心マリオボロに来ました。そこに観光案内所があります。明日のソロ行きの方法を聞きますが、鉄道にして切符は予約した方がいいと言います。でも予約しなくても一人くらいならなんとかなるでしょう。チョコの上にホイップクリームですが、これが美味しい。マリオボロから1へのバスで終点がプランバナンです。歩いていきますが意外と遠いのと、道路を横断するのが大変です。もう3時になってしまいましたが、主だったところを巡ります。入場料は337,500ルピアです。プランバナンの寺院群として世界遺産に登録されています。ヒンドゥー教のロロ・ジョグラン寺院のシルエットです。ここはマタムラ王国によって856年に建立されました。9世紀の中部ジャワの北部は仏教王国のシャレンドラ王朝、南部はヒンドゥー教国マタムラ王国によって支配されていました。2つの国は王族同士の婚姻で縁戚関係でした。それぞれがボロブドゥールとプランバナンという壮大な寺院を作り出しています。そのためプランバナン周辺には仏教寺院も混在します。中央にそびえる芝神殿は47メーターもあります。千年も昔にこの建築技術がよくありました。周りには精緻なレリーフが施されています。西側の側室にはガネーシャが祀られています。北側にはドルガが祀られています。伝説のロロ・ジョグラン姫の呪われた姿として有名です。全体を把握するには空撮がいいが許可されていません。しばしここで休憩します。ここはマタムラ王国の宗教儀式などに使われたが、半世紀ほどで遺棄されてしまいました。その後イスラム教の拡大により忘れ去られ、1549年の地震で多くが倒壊してしまいました。1930年代から修復が進められたが、2006年の地震で再び大きな被害を受けました。さらに北の寺院群に行けますが、このくらいで帰ります。
まさに燃える炎のようなシルエットです。アップにします。ここもお土産屋さんを抜けます。バス停まで歩いて戻ります。今日はバスをフル活用しました。空港で一旦降ります。明日のソロ行きの電車の確認です。意外と本数があります。7時29分のがいいかな。ソロには1時間もかからず到着します。日本の韓国だと予約はしませんよね。夕日の中ホテルに戻ります。ホテルの周りは雑踏です。ホテルに戻るとホッとします。バスで全て乗り切りました。そのせいか今日は疲れました。ホテルの中でしかビールは買えないようです。北西にボロブドゥールです。ジョグジャカルタのすぐ東がホテルで、空港の近くです。その東がプランバナンです。いかがでしたか？ボロブドゥールはすごかったですね。明日はサンギラン遺跡です。ご視聴ありがとうございました。